佐渡歴史伝説館へようこそいらっしゃいました。佐渡は古来都との往来もあり、遺跡もたくさんあります。また悲しい流人の歴史を語る伝承も少なくありません。流人の中でも人徳院は在当22年、都へ思いを馳せながらもついに46歳でこの地で亡くなられました。佐渡の廃所で襲いかかる苦難に耐えられて、末法の乱世を救うべく法華経の精神を貫かれた日蓮聖人さん。